はい、始まりました。ザ・ノイジーズです。どうも、よろしくお願いします。フリーダーフリーダー、もう、大ちゃんがもうね、どんどんもう受けるからってノリノリになってくるのが、ちょっと、まあ、嬉しいというか、少しイラッとするっていうか。いや、受けてないですよ。はい、ということですね、今日もですね、この、特等の二人が、お届けする、はい、ザ・ノイジーズです。私、パッキー、小林と大ちゃんの二人でお届けします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということですね、今日はですね、フリーダムじゃなくてですね、うん、コブラー、コブラー、コブラーっていうほどではなくて、スタローンの、コブラ。これですね。こちらについて、語っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。あいつに、フレンチフライが、あいつに言ってみな、この言葉を言ってみな、マリオン、いい名前だろうって言って。フレンチフライが溺れちゃうよって。フレンチフライが溺れちゃうよって。あのね、久しぶり見たけど、あのあたりはいらないね。二人が接近するっていうね、シーンなんだけど、ただただ、なんだろう、ちょっとヤヒな男が、都会の女にちょっと受けを狙うと思って寒いギャグをずっと言ってる感じしかなんかちょっと思えなかった、ね、申し訳ないですけど、透けて見えるのが付き合ってる2人でしょ、もともとだって、そもそもそのプライベートでね、だから、それがそんなことないでしょ。いやコブレッティだよ。だって、マリオンコブレッティ、ね、マリオンコブレッティですよ。いやー、まあさっきまでね、これで狭間さんの、僕は狭間さんの吹き替え版で見てましたけど、うん、何でしょう、もともとこれ何、スタローンがダーティーハリーをやりたかったの、だからダーティーハリーのリメイクのつもりで作ったんでしょ、これ。いやまあまあ、だからキャスティングがあのサソリの人とか、うん、あの初代のダーティーハリーの相方のあの人とかね、使ってるっていうのはそういうことなんでしょ。で、しかも、もともとその、知らないですよ。これも僕聞いた話だから、本当かどうかわかんないですけど、あの、サソリの役の警部の人、あの人が実は大ボスだったらしいですね、元の脚本は。まあ、みんな映画の俳優さんに詳しい人は、うん、こいつが最後ボスだろうと思ったら、最後ちょっとね、ダイハードの一作目と最後でちょっと殴られて、最後バイクでブルーンとか言って、あれーみたいな感じ。まあ、この肩透かしも楽しいんだけどね。まあ、コブラ、スタローンのコブラって言っても全然わかんない人がいるかと思うんであれですけど、まあ、一応刑事もん、1986年の映画で、ね、うんうん、マリオン・コブレッティですね、言うとですね、まあ、ね、まあ、デカの中でも、はみ出しデカ。うん、まあ、デモリションマンといったら何が違うのかって話なんですけど。いや、まあ、一緒ですね。街でですね、なんか夜な夜な女性とか子供とか、多分老人とか、なんか弱い、体力的に男性に比べて、まあ、差別じゃなくてね、うん、そういった方を夜な夜な、まあ、無残なやり方でこう、殺めていく、狂信者集団対、コブラがですね、戦うという非常にシンプルな都会のジャングルで戦争をする話ですよ。もうね、吹き替え、俺は佐々木さんの吹き替えで見たんだけど、うん、まあ、この陽光炉みたいなところで、この狂信者のね、宗教団体はですね、なんとかしてんか、うん、マチェーテなのか、なんかある、斧ですね。あれをカンカン鳴らして、うん、何を変革したいのか、全部見ても全然わかんないんですよ。いや、で、弱いものを殺して強いものだけが生き残る新世界を作るんだって言ってるけど、何がしてだから、その何が、だからそれが何なのって。何がしてるのかわかんないけど、とにかくもうね、まあもちろん一人単独犯じゃなくて組織なんで、もうね、出てくるやつがどいつもこいつも頭おかしいんで、で、もちろん警察の内部にも、なんかその狂信者の集団の、はい、信者が潜り込んでるって、まあ正直言って今の最近のね、うん、日本を騒がしてるニュース
こと考えると、全く笑えないあの話なんですけど。いや、まあね。だからまあまあまあ、カルト宗教が悪さをするっていう意味では、まあね、あの、なんですか、表面的にやるか裏に隠れてやるかの違いこそあれ、ひどいことやってんなら一緒ですからね。そうそうそう。ね、いやー、コブラはね、これも本当に、あれだよね。ブリジット・ニールセンを、ナンパ、なんとかちょっと、ん？俺に惚れてんだろってなんかやって、なんかイチャイチャしてるシーンが本当に無駄がないね、本当ね。あれだって無駄じゃないじゃないですか。いや、あれは、ちょっとね、ちょっともうなんかもうやだね、本当なんか。本当ケチャップをいっぱいかけたフレンチフライポットをブリジット・ニールセンやってる、なんか、なんだっけ？なんとか線っていうなんか役名なんだけど、あれぐらい胸焼けするね、なんかね。だってね、そう、役名もヌード線でしたっけ、なんかそんな名前したよね、だってね。改めて見ると、センスが本当にギリギリっていうか、ちょっともうやばい感じだからね、ほんとね。ギャグのセンスが。ちょっとアウトみたいな感じで、本当にある。いやまあまあ、あと差別用語ひどいですからね。日本語吹き替えにして、多少弱めにしてますけど、うん、あれ英語ので字幕で聞くともう、ほぼほぼだって、ピーピーですからね、だってね。まあ、今どうなのかわかんないけど、まあまあ、スラングのオンパレードですからね。うん、あとその、てめえなんか死んじまえみたいな、調子で喋って、警察官でしょあなた一応。この頃は、こういうなんかもう汚らしい言葉を使うのが、これがハードボイルドってかっこいい、ギンギンになってる、ね。いや、まあ、これ。まあね。もうだってさ、すごいかっこつけてますもん。レイバンのサングラス、ローマッチ、革ジャン、ジーパン。もうだってそれ。あとね、本当に現場に、うん、現場に絶対乗ってきちゃいけないクラシックカーね。なんかね。スーパーチャージャーのニトロのエンジン積んだクラシックカーって。だから、お前の給料どっから出てんだよって話じゃない。それお前ヤクザ脅して、ぶんどった、なんか、車ぶんどったのとかって思うじゃないですか。海に近いところで、なんかちょっと、まあ家、まあ家はあれかもしれないけど、そこにね、帰ってきてチンピラにこうやってなんか、舐めたことしてんじゃないぞって言って、なんか、そのうちチンピラが、どうも、コブラさんつって、なんか、媚びを売るようになって、いつの間にか、コブラの車をバンしてるような男になっちゃって、なんかね。そうそう、だって、あそこの駐車スペースを取ってるって、で、旦那にはかなわねえやって、なんか、日本語の役だとそうなってましたけど、いや、違うだろ、お前、なんかやられただろ、それって話ですよ。いや、本当でね、冷蔵庫から冷えたピザをね、何日前に聞いたから、あれをね、ピザ、硬くなってるから初めてジャケンと切ってパクッと食べて、でこんなにまあ、その前にコブラはスーパーマーケットにたね、かなんかで、うん、犯罪を犯した凶悪犯をですね、一人血祭り投げて、うん、その後帰ってくるんだけど、でピザをね、うん、貸して、もうこれがコブラの一日だみたいな感じで演出してるんだけど、その後大切な銃をいじるときにピザの油で汚れた指で銃を分解してこうやって掃除するからね。なんかあそこら辺が、お前はどの程度自分の道具に愛着持ってるんだなんかね、ちょっと思うんだけど、あれを見てて。いや、だから、革の手袋外さないんじゃないですか、素手でやんないってことは。銃の分解やって、ピザでベトベトになった手で中のガンオイルで。で、あれもだから綺麗に磨くっつんじゃなくて、多分重工を掃除するだけでしょ。いや、本当だったらね、だって全部分解して、ね、オイルで洗ってやるけど、そんな玉じゃないでしょ。だって、そもそもスタローンに銃分解して磨くっていうスタイルに合わないですよ。まあね、多少ね。シコシコってやってると、まあニュースでね。カルト教団でような被害者が出てますって、もう字幕ですらちょっとここでは言うのはばかるようなことやってるからね、あいつらね。で、まあ結局、殺人、だけど一体誰がやってるのか分かんないんだけど、まあブリジット・ニールセン演じてる、うん、まあモデルさんがたまたま犯行現場を目撃してしまって顔がバレたって言って、で、うん、それでカルト教団がずっと追いかけてくるのを、それが、コブラがですね、それを追い払いながら、カルト教団を最後見事に壊滅させるっていうような。うん、いやー、だけどね、本当に怖いよね、襲ってき方が、あいつら。ガチで。いや、だって、
まあ、逆に今ほら統率された軍隊みたいになっちゃってますけど、うん、やっぱね、あの、なんだかわからないで黙って襲ってくる、あの、あとは要塞警察にちょっと似てますよね。まあ、なんだかわかんないって意味ではね。そう、またもう最初のスーパーマーケットの犯人と、このカルト教団のまあトップの戦士、うん、もうこいつのもう油汗のメイクと顔がほんとやばいからね、なんかね。あの人、あの人なんつんだっけ、なんだっけ。名前出てこないや。まあね、あの、ターミネーターで最初に殺される人ですよ。そうそう、いや本当に。怖いよ、本当に、あの人たち、うん。でね、それで、まあもう、あの、ずっと追っかけてくるからやばいって言って、なぜか、うんうんうん、あの、田舎のモーテルみたいなところに泊まるんだけど、もちろんそこが最後の戦場だってことでね、うん、みんなカルト教団のバイクだって、カンカン、すぐやーって来るんだけど、あれ、なんか最初、犯人が誰かわかんないって設定がもう最後よ、見てる方もよくわからないうちに最後大銃撃戦になるってなんかね。だって街ごと封鎖してんですよ。しかも、あれ、ロードブロックするのに車燃やして塞いでんすよ、道をだって。あんなこと、ね、違う。だからそ、あんなことして、だから警察署も襲って、電話線も切ってって、なんか、すごくやってるけど、いや、だから、そんなことは許されないでしょって話ですよ。そしたらバレるよ、あんたたちって話だけど、ね。そう。どう考えても。この街全体皆殺しにするつもりだったのかなと思わないでもないけど、あそこでね、無事に片付けたらさ。で、それを、変な話、あの女の人がもみ消してるって、無理あるでしょそれ、いくらなんでも。あの最後の決戦のレベルは無理だよね、あの人レベルは、ね。で、しかもね、その、結局あの、まあ、要はあの、教団のボス的、あの、なんか、教祖的な存在の、ね、ない、あの、特徴的なナイフ持ってるナイトスラッシャーっていうのは、ただただ女を殺すだけの話ですからね。本当に。ただただそのナイフで刺して殺すって、それだけのためにみんなが段取るって話ですもん。だったよね。笑えるには笑えるけど、ちょっと怖かったね。久しぶりに見たら。まあもちろんね、もうあの出てくるやつからみんな漫画みたいなキャラなんで、だからまあ陰惨なところやってるんだけど、また作り物だなってやるけど、まあそれにしても、本当にあの出てくるやつらが本当にちょっと頭がやばそうなあの演技をしてるんで、本当怖い、あのキャロト兄弟は、うん。で、あれ当時も、ってなったけど、結局ほら、最後にそのナイトスラッシャーがあの陽光炉のあそこで、うん、俺は、逮捕されてもどうせ釈放されるんだ。おめえの警察官は俺を殺されないだろ。この豚豚ってずっと豚って言ってんじゃないですか、あいつ。だけど、それ聞いてて、裁判で、まあ、ちょっとおかしいと全部無罪になるって。だから実際そうだからっつって、あれはだからそこ、あれでしょ？ブラックジョークとして使ってる。アメリカそういうので犯罪者が野放しになってるからっていうのを、うん、その、あの、まあ、ね、ちっちゃい子に悪いことした奴らとか、それこそ連続殺人に近いことやったような奴らも平気で街中に出てるっていう、そういう状況が許せないっつって、確かスタローンあの映画を作ったなんて当時も言ってましたけど。まあ、ね、だから。まあ、多分、単純に流行りに乗っただけだと思う。まあね、だって、あの冒頭で何したっけ、何分何秒に、何々銃撃戦とかって、あれも本当かとかって思い、まあ本当今でもそうなのかなとかと思うけど、いや本当にね、あのスタローンがダメな意味で土地狂ってる時代だからね、これね、もちろん面白いんだけど、これはこれでちょっと、いやもうセンスがいっちゃってるから、なんかここまで格好つけてどうすんだよお前なんかね、いやもうただただ本当に彼女の前でカッコつけたかっただけの映画に。もうあとはね。そう。もうあとはもうペプシとかそういうのタイアップが過ぎるようだね。そう、多いですね。特にペプシとクワーズは本当にね、だってクワーズ飲んでんじゃないですか。そうペプシ映ってるだけだけど。だから、あと、あれピザも一応タイアップ取ってるんですかね、あのケースわざわざ映してるって。まあね、あれは、あの冷えたピザは憧れたのは、俺はね、それは嘘つけないね。しかも、ハサミで切って。笑ってる。ハサミで切って。未だにやっぱピザ食って、冷えたピザ食うとちょっとやっぱコブラ思い出すもんね、自分で。やっぱね。L サイズを一人で食うのが好きなんだけど、俺たまになんか土日に2日間ぐらいかけて。やっぱ、翌日はわざと冷蔵庫入れるからね、俺は。残ったピザは。
ハサミで切るの？ハサミで切るの？日本のピザはあんなにね、ゴツゴツして、ちゃんとしたピザだから。冷蔵庫入れても翌日ちゃんと歯で噛み切れるから、日本のピザは。あとね、ブリジット・ニールセンがフライドポテトを、ケチャップでべちょべちょにして食べるって、うん、あれほら、なんか当時も思ったけど、あれなんか子供なんですよね、やっぱあれってね、なんかすごく。うん、で、うん、あの後に、あれがあったんですよ、ハードウェイってマイケル・ジェイ・フォックスとあの人、サルバドルの人なんでしたっけ、名前。ジェームズ・ウッズか。ジェームズ・ウッズの刑事ものあったじゃないですか。うん、あれで、なんだっけ？フライドドッグじゃなくて、だからとにかくホットドッグに、フレンチフライと、べっちゃべちゃにペンキみたいにケチャップとあれかけて食べるっていうシーンがあって、うん、ああ、やっぱそのアメリカ人の中に、ああいう、なんつうんですか、べちゃべちゃにして食うっていうギャグがあるんですかね、なんかね、なんかそういう、体に悪いよって。ヒッチャーの。やたらほら。ヒッチャーの指フライドポテトとかだね。ああ、そうそうそう。だからいろいろあるのかもしれないね。そりゃ、指フライドポテトはまた違うでしょ。おー、指って、なんか。こうやって加えて。もうジョジョでもやってますよ、指がこうやって出てくるのだって。誰がわかんだよ。誰がわかんだよ、ヒッチャーだってとかみんなが、ヒッチャーだーって。なんかわかんないですよ。ルトガー・ハウアーのヒッチャーね。面白い映画なんで。ね、うん。だから、ああいうとことかね、やったらあんだけ、なんか粗暴で野蛮なのに、健康食品食べろっつって、自然食品食うんだとかってわけだ。お前最初ピザ食っただろ、お前ってみんなね、なんか。ねえ、魚なんて一つも食ってねえじゃねえか。ただリンゴちょこっとって。で、リンゴちょこっとかじってただけで、他人には健康食品食えとかなんとかって言って、ね。いや、もうね、かっこつけて、ばっガリガリって食ったやつを、ね、ブリジット・ニールセン、食べるかとか言って、いらねえっちゅうんだよ。また、アメリカのまずそうなリンゴですからね、酸っぱいだけで甘くなさそうなリンゴですからね。ね、ジャケット、カシャシャシャってバリってやるわけです。だからかっこいいわけですよ、それ。もうでね、とにかく要所要所で格好つけたがるでしょ、ローマッチにしてもそうですけど、加えてこうやって。もうだってあれなんかもう記号でしかないもんだって、本当に。ねえ、それ使ってるもう普通のさ、オートのあれはガバ系なのかな、あれは。うん、38口径なんかあれと、またサブマシンガン装備してるからね、うん、この刑事は。ヤティマティック、ね。だからあれほら、ヤティマティックの、あれ9ミリオートなんでしたっけ、だからその、うん、あの鉄砲の、ヤティマティックと拳銃の弾が、共通の弾を使ってるっていう設定が一応確かね、パンフレット載ってたと思うんですよ。だからコブラは、それを使ってるって。いや、だけどね。なんでヤティマティック使うの？いや、だから、口径が一緒だかららしいですよ。口径が一緒のとあるでしょうか、今だって。いや、だけど、それとあと、レーザーサイトですよ。レーザーサイトついてる、サブマ、だそもそもですよ。パキラ、その前にね、だから、警察官がなんでサブマシンガン持ってんだって話です。で、しかもあれ、後で部長？本部長だから部長かなんかがこれを預かっとくからって言ってことは、あれ私物で本来持ってっちゃダメだってことでしょ、だって。うん、けど、あれでね、こいつは本当に、こいつじゃないと解決できない事件があるから目つぶってるだけでしょ、うん、なんか。うん。で、しかもさ。ゾンビ特捜犯ですよ、だって。うん、一人でゾンビ特捜犯ですよ。あれしょ、だからドーベルマンデカーの特命課と同じ。そう、同じ。まあ、だからさ、ヤティマティック撃ってるんだけど、全然ちゃんと撃ってるシーンが全然カットが全然ないんだよね、コブラ。ないよね、不思議なんだ。あれ、プロップとしてあんま動いてなかったのかな、あれは。実はヤティマティック。レーザーサイトのとこだけなんじゃないですか。廃墟がだからうまくいかなかったのか。打ってるのは打ってるんだけど、全然、引きでちゃんと打ってるし、ないんだよね、これね。いや、下手するとアップで、マズルが出てるとこ全部アップですよ、ね。そうそうそう。だってね。もしかしたら作動不良なのか、うまい具合にその薬莢が綺麗に飛ぶ感じが出なかったのか。うん。なんですかね。だけど普通さ、引きでこうやって打つとか、言わんかったくらいありそうなのないんだよね。うん、微妙なアップで全部打つってないんだよ、これね。うん。
なんか若き勇者たちに出てきてやってみるっていく。もう本当あれも打ってるとこないんだよね。ああ、だやっぱプロップとしてあれだったんじゃないですか。多分動かなかったのかね、これね。実銃として形は持ってるんだけど、動かないみたいなのがね。デザイン上はかっこいいけど、やっぱりその撮影用のプロップとしてうまく作動しなかったのか、まあまあ作動しなかったんじゃないですか、単純に本当にね。で、ましてあれ、どこでしたっけ、どっか、あっちの銃ですもんね。そうね、全然外国の銃ですもんね。なんだっけ、ルーマニアどこなんかわかんない。なんか、うん、なんかね、うん、そうですよね。そうですよね。超マニアな。またブリジット・ニールセンが寝ようとするのに横でガチャ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 レーザーサイトつけてて寝れないのかって、お前がやってんだろうがとかって思ってもういやいや、佐々木勲さんの声で言われるとね納得しちゃうんだよ、なんかねねえ、だけどさ、サブマシンガンもそうだけど、今思い出したけど、いよいよこれであいつらが襲ってくるってか、ね、手榴弾も普通で持ってるからね、こいつなんかね。いや、だから、あそこから、だって相方は、あれですよ、オートの拳銃一丁しかない、ショットガンも持ってないですよ。なんで、コブラだけあんなに重装備で、いやいや、ちょっと待てやって思うじゃないですか、だって。サブマシンガンは、まあ、100歩許して OK と思ったけど、普通に、トリダンゴトゴトってなんか出してくるからあれは何なんですか。だから怖いですよね、アメリカ変えるってことでしょ、だから分かんないですけどコブラは変えるんだよ、だからそんなの ね、まあ、もしくは押収したやつをちょろっと、ね、そうそれともあれですか、ボート鎮圧用っつってあるんですか、ああいうのが分かんないですけど、そういうことやってるとあれだからね、デスゲームでこうやってランニングマンに出場することになっちゃうから捕まっていや、だから、ね、スタローの場合は捕まんない、ロックアップだけでしょ、捕まったのだって。あ、まあじゃあ、あれか、あれでも捕まってたから。ね、あ、そっかそっかそっか。あるけどね。いやー、コブラは、本当にまあ、バカでいいね、本当ね。能天気だけどちょっと怖いけどね。ただ僕、当時、あれ見終わった後に、2いつやんのかなって思ってましたよ。だって2いつやんのかなって言って。やってもおかしくなかったんだけどね。だから、続編、そうそうそう。ね、結局、なんか、スタローもランボーとロッキーの人になっちゃいましたもんね、ほんとね。本当だから俺、コブラなんか特に、全然、だからヒットしなかったからってことなんですか、ね、いや、そんなことはないでしょう、コブラ、この当時。そう。まあ、いや、ヒットはわかんないけど。なんか、前と、この頃と、ロッキー4の頃の、スタローンは、ちょっと調子ぶっこいったよね。かっこいいってこと言いたいしね。一番ね、一番も、まあ、ロッキー4は、ね、だからあれも演出もすごくていいんだけど。で、もう、トップスターに上がりきったところですもんね、だってもうね、だってね。ね、そうやって見ると、やっぱデモリションマンの頃と、あれだ、ジャッジドレッドの頃のスタローンって、なんか自分っていうのを、まあかっこいいのはかっこいいやってるけど、ちょっとやっぱ、この頃の比べると自分がどの程度の男かってちゃんと分かってきた感じするよね。いや、だって一回落ちて、また上がって、俯瞰してみるってことをやって、ね、まあまたちょっと調子こいて、また落ちてっていうの、まあ、ね、二回も三回もやっぱ繰り返してるってことはやっぱり。この頃チャラいもんね。これとロッキー4の変な火星ロボ。ほんとセンスひどいからね。だから、あれで息子が自閉症になって、せっかくブリジット・ニールセンを嫁さん、内縁の妻はわかんないけど、迎えて、ブリジット・ニールセンがすごい面倒見よく直したんでしょ、その息子、自閉症だった息子を。そしたらまた、ポイしたでしょ、すぐに。だって。だから、いや、まあ、それはね、ハリウッドのスターだからしょうがないですけど、なんかね、あの頃、ほら、映画で評価されるっていうより、その私生活がだらしないのも日本にニュースで入ってきちゃってたじゃないですか。だから、その辺の方がね、あの人ね、なんか、損してますよね。まあ、けどね、もう、本当に今はもうそこら辺に、やっぱいろいろ山谷に繰り返したから、非常に分かりやすい、もう俺は人を楽しませるんだっていうことで、ストイックにやってるからね。今度の、ロッキー VS ドラゴンもなんかすごい、なんか全く、ね、
見終わった印象は全く変わらないけど、中身は本当に差し替わってるみたいなね。うん。あの、火星フロボも出てこにませんから。あ、そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。はい。まあ。ぜひね、あの、ちょっとまあ、あの、まあね、こんなね、二人の話でゲラゲラ洗ってるの見てるよりは、もうすぐレンタルして、うん、あと、はいはい、あの、ネットフリックスだったら佐々木勲さんの吹き替えバージョンが今配信されてますんで。あ、入ってるんだ。へ、うん、まあ、そちらね、吹き替えだとより、あの、すごくバーが低くなって楽しめると思いますんで、うん、はい、うん、あの、コブラをね、ちょっと見ていただければと、はい、思います。うん、はい。こうやって、大ちゃん、どうも、ありがとうございました。また、ありがとうございます。1000超えて2000をこの目標に頑張ってきますので、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。コメントも待ってます。お待ちしてます。